シボレーコロラドは、アメリカの自動車メーカー、ゼネラルモーターズが、シボレーブランドで発売する、ミッドサイズピックアップトラックである。シボレー S-10 の後継として、2004年モデルから、発売を開始。姉妹社として、GMC そのまの後継の GMC キャニオン、イスズオンブレの後継のイスズアイシリーズがある。また、イスズ DMAX、ハマー H3 と車体を共用する。 日本ではかなり大きなサイズだが、アメリカでは、フォードレンジャーなどと同じく、比較的コンパクトなピックアップトラックであり、学生などに人気がある。タイ使用者は2008年にフェースリフトを行い、米国使用者と大幅に異なるスタイリングになった。また、これに伴い、オーストラリアのホールデンはそれまでのホールデンロデを打ち切り、ホールデンコロラドの販売を始めた。 すなわち、OEM 供給元を、イスズ自動車から、GM タイランドに切り替えたのである。2011年3月のバンコク、国際モーターショーにて先行コンセプトが発表された。同年6月のブエノスワイレスモーターショーには、ラリーコンセプトが、7月のオーストラリア、国際モーターショーでは、ホールデン版ンの先行コンセプトがそれぞれ公開された。 市販モデルはタイで2011年10月5日に発表された。ダッシュボードのデザインがコンセプトモデルから変更されている。二代目コロラドはタイでの発売を皮切りにアジア、中東、南米、オーストラリアなど世界各国に順次投入される予定である。ただし、南米の一部では姉妹車のイスズ・ディ・マックスの供給を受け、 シボレーブランドで販売するケースも存在する。2012年2月15日、ブラジルで新型 S10 として発売開始。実に16年ぶりのモデルチェンジとなる。続いて2月17日、オーストラリア向け、ホールデンコロラドの市販モデルが発表された。2012年中頃から発売を開始する。2代目コロラドは GM ドブラジルにて開発され。 GM タイランドのライオン工場及び GM ド、ブラジルのサンパウロ州産、ジョゼドスカンポスの工場にて製造が行われる。エンジンは、新開発の、デュラマックスディーゼルが2種類ラインナップされる。ブラジルでは2.8リットルディーゼルと2.4リットルフレックスパワーの2種類となる。トランスミッションは5速 MT 及び、ハイドラマチック6速 AT となる。 2013年8月8日、ゼネラルモーターズは、北米向け新型シボレーコロラド及び、GMC キャニオンのティーザー画像を公開した。2014年から、ミズーリ州のウェンツビル組み立て工場にて生産が開始される予定である。なお、GM は、この新型ミッドサイズピックアップ製造のために、同工場に、総額5億1300万ドルの設備投資を行った。 ありがとうございます。